なんか髪の毛切ってもらってんけど、前髪短すぎた。髪切りに行ったら意味わからんおっさんがおーみたいな感じでナチュラルに切ったらこんな感じだったんで、でも思わず家帰って写真撮ったからな。どうしよう、まあ、上げた方がいいかなって。横短いのはまあいいねんけど、前ってなんかね難しいな。伸びろ伸びろ伸びろ、短いな。ちょっとワンチャンこういうベッカムヘアみたいにしようかな。いや、まあ帽子をかぶればね全ては解決するんで、これでいきましょう。では行きましょう。途中で友達と合流します。あわん、翼がいたわ。ハロー。よ、はい、今日はどこに行くんですか？今日はみなとみらいに行きたいと思います。みなとみらいでインタースタイルっていうイベントが毎年開催されてるんですけど、それが今日あるんで、それに行ってね、みんなと会いたいと思います。交流会ですね。そう、スケーターの、まあ、そうそう、とりあえず関係者とかスケーターとかみんな集まるイベントなんで遊びに行きます。今ここ渋谷ですね。で、ウィーン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 なって、みなとみらいに行きます。どこがいつプラス、ハロー。みなとみらいに着きました。サボイ。この前登るときにこのウェア買って普通に今着てるんですけど、なんかね着て気づいたのはね、めちゃくちゃあったかくていいんですけど、フードがねでかすぎてね、もうスノボーよってバレてる。映像で見たら意外と普通か。インタースタイルはねこのパシフィック横浜でね開催されてます。ここにパーク作ってほしいな。俺が作るんで任せてください。はい、松本やりました。うわあ、はい、今日は元気ですか？ね、今日元気です。これでタイプして入場できます。はい、今回は特別ですよ。キラキラのブースト大公開。やめろ。今回紹介する商品はこちら、エアポッツ。こちら金の指輪でございます。そして松本がここにいるんだ。はい、って感じでインタースタイルに来ました。ここからね、いろんな人と話したり会っていきたいと思います。ではレッツゴー。新卒業、今はブレイク OB としてね参加してます。イエーイ、ナイス。ヒットランサー、学生のオズブラント。うの部長の松本さんがいました。なんか一言お願いします。インタースタイルへようこそ。イエーイ。うちのブースにもぜひ来てください。あ、行きます。京介くん一言お願いします。楽しいです。俺も、はい、ございます。こっちも、はい、超楽しいよ。元気ですか？ちょっと元気。ポンポンポン。はい、勝ちやりました。はい、なんか一言。元気ですか？元気です。てかネパールどうやった？ネパール？ああ、元気。やばかった。元気。いやー、ネパール行こうぜみんな。いえ、いえ。渡辺裕太くんにマジックショーしたいと思います。さあ、ここに紙がありますね。まずは紙を破っていきます。まだ見てますか？今ゲーム中だったっす。破っていくところがポイントですね。やりますね。はい、完全に読みまして、そこからまずね、紙を試着していきます。いきますよ。見てますか？ゲームに集中しないでください。いいよ。はい、紙はね、試着もね今のところないですね。はいはい、はい、こんな感じで試着になりますね。はい、ではまずこれをに置いて、なんかマジックは出てるじゃん。ブー。はい、
マジックが起きました。では行きますよ。はい、目を離すと見てくださいね。はい、まさかさっき破った紙が起こった。元通り。普通にすごくない？どういうこと？普通に欅くんもチェックお願いします。最初から丸めてたでしょ、これ。隠してたんじゃないの？何やればいいですか？お得意なフラットドリック3点。お得意なフラットドリック3点。じゃあまず1つ目、はい、行きます。うまっ。やーす。やあ。やあ。パワー。じゃあ次、もっと上手い人いるんで、欅に得意なスリートリックやってもらいましょう。お得意なフラットトリック3選。いいだろう。ノリ食べに。スイッチバリーですね。調子悪いわ。あ、ありがとう。定点換します、はい、私セックスチェンジ、セックスチェンジ、顔の列パワバレるわよ。ファーストはやばすぎ、笑った。普通にヤバ。
転んだ時のコツを教えてくれ。カーブのアングルに対してまっすぐ入ります。あ、そうなん。そしてノーズが真ん中に来たら体も真上に。わけわかんないですね。これでできる気がするわ。使って降りないとくるって回っちゃう。ダメだ、ダメだ、ダメだ。ダメの？よし。1回目できましたね。ありがとうございます。完璧でした。はい、中華街に来ました。インタースタイルの、ね、場所から中華街は結構近いんで歩いてパパッと来ました。久しぶりに来たんですけど結構人はいますね。はい、肉まんを買いました。うまい。やばい、最悪。めちゃくちゃ噛み食ってたことに今気づく。これ絶対気づかないね。ほら、ここ、この髪は気づかないでしょう。何を買ったんですか。え、それ絶対汁出るじゃん。熱いよ、なんかほらめっちゃ味噌汁の中入った。普通にご飯食いたくなってきたんだけど。めっちゃうまい。袖の中まで肉汁。ありがとうございます。おごりで食うやつうめんだよ、ほんとに。片飯ほどうまいものはない。片飯ほどうまいものはない。ごちそうさま。では、See you. Bye, man. Bye-bye. Bye, man. Bye-bye. 帰ります。え、楽そうじゃん。石川と欅とタッくんと遊べたんですけど、ちょっと今日はね、帰って編集をしないとダメなので、今日は早めに帰ります。ふうって感じで帰ってきました。あのね、帰ってちょっとパーカーに着替えたんですけど、まだ同じ日です。でね、これから編集するって言ったと思うんですけど、編集します。いつもね、編集するとき体勢がこうなって悪すぎるんで、ちょっとね頑張って意識して今回は背筋を伸ばして編集します。晩ご飯を食べます。で、サラダ作ってるんですけど、大根でかすぎん。でかすぎやろ大根。とりあえず焚き火みたいな感じで乗せときました。ナッツ。ドレッシングはこちら。いただきます。さあ、巨大大根の味は、うん、意外と甘い。ちょっと今冷蔵庫と5分ぐらい見つめ合ってて、何を作ればいいか考えたんですけど、あんま思いつかなかったので、何でもうまくいくチャーハンを作りたいと思います。大根と卵とマッシュルームとベーコンで困った時の焼き飯。ベーコンファイア。いや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 。ベーコンファイア。マッシュルームファイア。大根大丈夫かな。サイコロみたい。ファイア。油が足りない。ごま油。ファイヤー。ネギ、ネギ、ネギ。てってれー。とりあえず余ってた食材全部ぶち込んだ焼き飯完成。まあ多分まずいことないでしょう。いただきます。うん、うまっ。なんかめっちゃ大根がいい味出してるわ。
めっちゃうまいよ。あとはゆっくり食べます。はい、という感じで無事、晩ご飯も食べ終わりました。で、これから僕はねこちらをつけて皿洗いをしていくところであります。まあね、この後多分特にすることないんで、まあ、皿洗いして寝るぐらいなんで、まあ、今日の動画はね、この辺で終わりにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。もしよければ高評価コメントとあと、登録お願いします。で、僕オンラインサロンとか持ってるんで、まあ、スケボーコミュニティに入ってみたいとか、もっとスケボーとつながりたいみたいな人はぜひ、初月無料なんで入ってみてください。今回はね割と緩めな動画だったんですけど、まあ、普通に楽しい日だったんで僕的には撮影しててすごい楽しかったです。では皆さんまた、次来週の動画で会いましょう。 See you。そういえばあれ妹が描いた絵やねんけど、うまいなと思って飾ってます。かわいいですね。